はい、じゃあ、今から名古屋に向かって移動します。愛知遠征の意気込みを怪我をしないって。愛知遠征の意気込みを。愛知遠征、ジュネスからヒット打ちたいです。出たよ、すぐにリオの鹿と。そんなんしてていいのかよ、お前。かましてこいよ、言い訳を。おい、そんなもんかよ、工藤リオ。おい、いや、さあ、マジよ、かましてくれんの、どんなの。おかま、かかってこいよ。おい、ここにどんと。おいよ。え、カズさん飲んできたんですか、この来る前飲んできたんですか。めっちゃ飲んでたわ。あれ、昼からプール行ったんですか。え、いや、プール行ってない。水溜まりっすか。え、今日行ってないですか。いや、海じゃない。だって、マッキーのストーリーに載ってましたよ。え、俺行ってない。じゃあ、一柳ギリわかります。わかるわかる。一柳さん、誰でしたっけ。当日のセンター渡辺大地。あー、知り合いですか。知り合いじゃない知り合いじゃない。知り合いじゃない。あ、そうね、村山のシニアで有名だから知ってる。そう、オポエとダメだから。あ、そうそう、2個下。そうそうそう、2個下。超強いっすよね。すげえやん。一夜行ったら高校どこ行ったんや。紫だ。でかい。あ、いいね、いいね。フロントだけうまい。フロントいいっす。フロントだけ。フロントと、あの、こっち向きのサイド。こっからのこれがいい。金子健のめっちゃ見てるから。うまい、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 全然うまい。入ってる、入ってる。でかいよ、でかいよ。おお。顔がいいな。顔がやばい。でん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 。あー、いい。でかい。背中がでけえ。入ってんな。あー、今からですね、フィジークに向けてポージングの練習をね。やっぱポージングが一番大事だから。まずフロントポーズサイドポーズね。フィジークがねえよ。もうボディービル。あー、いい。クォーターターンからのね。いいね、いいね。一回止まれや。そう、まず止まんないと。誰、じゃあクーニンズで一番好きなのは誰ですか。まあ、宮川純さん。おお、どんなとこ。めっちゃファン。ジュンさん知ってんな、ファン。さすがっすね。ジュンさんのどんなとこが好き。渋いとこ。渋いね。あー、口の中に入れた瞬間にこの広がる香りがすごいね。にやけてる、嘘言ってる顔してる。すぐパッて広がって、そこからもう口の中から離さない。話してくれない。話してくんない。もう心をつかんで、バッ、ギュッ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 、唐揚げの力がギュッギュッ、油がギュッ詰まっとるんよ。おいしい。なんかほんま、うまいにゃん、うまいにゃん。初めてなんですけどね、ちょっと食べてみたいと思います。自分、唐揚げにだいぶうるさいんですよ。多分都内の100軒回りました、唐揚げ屋さん。そんなある。はい。だからこのサービスエリアのレベルっていうのはどんなもんかっていうのをちょっと食べてみたいと思います。だいぶうるさいですけどね。じゃあ、いただきます。いただきます。はい、どうぞ。うるさいですかね、自分、唐揚げに。うるさいですかね。唐揚げにはうるさいということで。うまい。早い。こちらだと思います。そのバスは俺が完全に放置した。動くんじゃねえぞ。全員手あげろ。全員手あげろ。動くなよ。全員手あげろ。ちょっとうんこしていい？
はいっす。行きましょう。早えよ、マッキー、やめえ。いや、うんこを催すバスジャック。うんこしたくなったわ。うんこは許せない。つまんだすぎて、こいつ。つまんだすぎて、うんこしたくなった。バスの中に入って、俺が完全に包囲したって言われた。包囲はしてなかった。全然日本語。なんなら包囲されてる側だから。ここで来たか、バスジャック。お前のターンだ、チョンテセゴー。いや、俺がしたぜ、ここバスジャック。今からかますフリースタイルラップ。どんどんミスでかまし出すぜ、ここバスジャック。こういう悪ノリマジ。そういうことをかますだけや。俺はフリースタイルラップは止まらねえ。 Yo、 お前らなんて眼中ねえ。もっとぶち上げていくぜ、ポーポーポー。さあ、愛知名古屋遠征に向かうクーリンズの皆さんです。おはようございます。はい、おはようございます。あれ、こう日本語通じない感じ。グッドモーニング、名古屋遠征です。イエーイ。わあ、いいですね。バスの中も徐々に盛り上がってきて、テンションマックスです。このバス狭くない？バスが狭い。嘘、バスが狭い。顔がでかいから。バスの中はこんな熱気で溢れています。現場からは以上です。はい、現場の下巻さん、ありがとうございました。こちらスタジオの下巻です。っておかしいやん。どう考えてもおかしいやん。名字がおかしいし。名字はおかしくない。それは先祖に謝れ、お前。先祖に謝れ。今月のプレゼント企画、ハイパーマッハ。83センチミドルバランスタイプと84センチトップバランスタイプをプレゼントします。チャンネル登録よろしくお願いします。仲間とあの場所めがけ、朝眠い目をこすって出かける。玄関出る前肩にかけてぐ、気持ちと道具詰め込んだエナメル。半端なし命かけた分、フォーシーズン服は汗だく。気持ちは負けたくないから駆け出す、あの土の上で輝く。